こんにちは。今日からですね、ちょっと私が沖縄行くんですよ。で、沖縄はもしかしたら飛行機暑いかもしれないから、今回はちゅうちゃんたちはペットホテル楽しんでください。ペットホテル大好きやもんな、うちゃんな。で、皆さんこんなことないですか？飛行機の時間とペットホテルの、まあ、営業してる時間帯が噛み合わず、お迎えが間に合わなくて、泣く泣く一泊多くホテル予約したりとか、あと飛行機の時間をホテルに合わせたりとかで、結構ね、ペットホテルって閉まるの早かったりするんですよね。でも今回初めて気づいたんですけど、羽田空港内にペットホテルあるんですね。で、今日はですね、すごい便利っぽいんで、そこをね利用したいと思います。羽田空港ペットホテルは第2ターミナル内にあります。第1ターミナルや第3ターミナルでも受付引き渡しはできたようですが、2023年10月現在は第1ターミナルでの受付引き渡しは当面クローズ中となっておりました。ここにあるみたいです。すごい、本当にペットホテルある。 JVJ ペットホテルや。あの、なんかドッグランとかもついてて遊ばせてくれれるみたいなので、すごい良さそうなホテルです。行くよ、チュープイチュー。ちゅうちゃんたち嬉しいや、ペットホテル。あ、これこれこれ、無理やり入らない。尻尾フリフリや。嬉しいな、ペットホテル。ご連絡先まで残ります。はい、大丈夫です。これこれこれ、いいだよ。ずっと尻尾振ってる。嬉しいな、ペットホテル。お願いします。あ、これこれこれ、バイ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 。すいません、よろしくお願いします。お姉さん嬉しいね。元気でね。後でね、また帰ってくるからね。よしよし、じゃあね、楽しんできてね。ちーちゃんたち頑張っ、あ、あっち、白状。頑張ってね、頑張ってね、楽しんできて。じゃあね。すいません、よろしくお願いします。じゃあね。てか、ちゅうちゃんたちはそこだよ。じゃあね。あ、めっちゃ白状や。バイバイ。あ、つらい、つらいけど、あいつらは楽しそう、絶対。これがドッグランなんだ。結構大型犬が走り回れるぐらい広いドッグランになってますよって。ほら、ゴールデンちゃんいるやん。あそこで遊ばせてもらえるよ。ちゅうちゃん、うじゅう、待っててね。急げ、ちゅうちゃんとうじゅう。行くぞ。第2ターミナル、到着。おお、ペットホテル専用入り口。ちゅうちゃん、うじゅう、お待たせ。ギリギリ、マジギリギリ。楽しかったね。どんな感じでした？危ない。本当にいい子にしてましたか？あのほら、あ、なんかドッグランもやっぱりすごい嬉しいに。あ、本当ですか？お部屋にもすごいお子さんですね。もう全然。入ってった。すいません。うじゅうじ。こちこち。ジャバ。ジャバ。うじゅう、うじゅう。うじゅう、うじゅう。
あっちにドッグランがあるからまた遊びたいって。ここってあのマイルが貯まるんですか？あ、じゃあチュールとちょい上げのビーフジャーキー。チュウちゃんお嬢疲れ。さあ帰るよ。え、ね、今いい子にしてた？いい子にしてた？いい子にしてた？チュウちゃんとおいで。いい子にしてたの？チュービーフ。楽しかったドッグラン。楽しかったやな。顔見たら分かるわ。楽しそうやったん。すんごい楽しそうやったな。うち楽しかったな。なんかお手紙くれはるんですよ。つぶちゃん、とっても元気いっぱいなつぶちゃん。え、ドッグランではトコトコとたくさんお散歩してくれましたやって。ちーちゃんいっぱいトコトコしてたん。他のお友達とも追いかけっこを楽しんでくれました。ちーちゃん他のことを追いかけっこしたん、ドッグランで。とっても甘えん坊なうずちゃん、スタッフが声をかけるとニコニコ笑顔をかけてくれましたやって。はじめうず持ってきてくれはったんですけど、うずってなったらなんかうずめっちゃ冷たくて、もう早くドッグライン行きたいみたいな。つぶはねすごい喜んでくれたんですよ。おーちーちゃん久しぶりって言ったら、おー飼い主久しぶりみたいな。やけどなんかバシってなんか叩かれて、でそのままピューイーンってどっか行くみたいな。でなんか昔はすごいペットホテルに預けるっていうこと自体悪いことなんじゃないかっていう、なんか変な罪悪感っていうのもあったし、あと私がつぶとうずと離れるのが怖かった。例えば一泊泊まりに行ってる間につぶとうず大丈夫かなとか、寂しい思いしてへんかなとかずっと思ってたんですけど、私もようやくちーちゃんとうじは大丈夫や、ペットホテルで楽しめるんやって思って、で実際つぶとうずもすごい楽しそうやからよかったです。他のペットホテルに泊めると、他のペットホテルの、まあ、営業終了時間とそこまでの道中の時間、それを逆算して飛行機をセッティングしなきゃいけないじゃないですか。で飛行機ってめっちゃ遅れるし、遅れた時なんかもう最悪じゃないですか。っていうことを考えるとね、羽田空港の中にあるっていうのはねいいかも。で多少の遅れぐらいならなんか対応してくれはるみたいなんで、じゃあじゃあまた泊まりに行かな、またペットホテル行くな、楽しかったみたいな。ワントモ、本日ご紹介するのはジャックラッセルテリアの男の子ジョージくん1歳です。ジョージくんの特技は人間観察。お出かけをするのが大好きで、車に乗ると後ろの運転手さんを観察するみたい。こんな子が覗いてたら笑っちゃいます。他にもロープを振り回して遊ぶのが大好き。スリッパもおもちゃです。早寝早食いも得意な、とっても元気なジョージでした。ワントも募集中。インスタグラムの DM までご連絡ください。たくさんのご応募お待ちしております。